藩の各地域にそれぞれの職技を奉還して現存している方の大部分は200年から数百年ほど以前の武装達人の足跡である。琉球古武術保存振興会では平真剣氏が集大成した8種の武器を使用する44の型を保存するとともに伝承の原型を正しく保存振興するために古史の命により故井上岩昌先生が確立した根本体術を中枢とし伝算した各武器の基本に各組手等の技術体系を合わせ保存振興している。第2会場武装神殿衛神流居合稽古。武装神殿衛神流は居合稽古は土佐の自由人権運動の重鎮であった細川義政より香川の上田平太郎に伝えられ伝承された居合です。林崎仁助重信を流祖とし土佐へは林六太夫森政によって大森流の居合とともにもたらされました。幕末には土佐藩に藩校指導官が設けられ武術の指導が指導官のみに限られましたが道流の師範であった下村萌一が明治維新までこれを享受しました。おそらくの仕事は戊辰戦争の深松政党出陣の慶応4年に下村萌一は武装神殿永遠級の免許改善を殺害その門人上田慶太郎は大正12年に細川義政より免許改善を受けその伝統は現在へと続いております。Oh!